令和初の新年はトヨタにとって大きな一歩を踏み出す年明けとなりました私にとっては慌ただしい年明けでもありました1月6日にラスベガスでウォーバンシティの構想を発表しそこからトンボ帰りで車内の年頭挨拶そしてその翌日には東京オートサロン 本当にハードでしたが令和初の年明けに多くの方へ思いを届けることができましたいずれもトヨタイムズでご紹介をさせていただいておりますぜひご覧いただければと思います本日はラスベガスでは伝えきれなかった思いを皆様にお伝えしたいと思いますその前に皆様に 私の大切なゲストをご紹介させていいいたただきたいと思います私どもが本当にお世話になっている方々です厳しい市場の中この方々の多大なる努力なしにトヨタは生き延びては来られなかったと言っても過言ではありません3000台販売を達成されたスタッフと そのご家族の皆様です皆様盛大な拍手をお願いいたします本当にありがとうございましたトヨタイムズ編集長の香川さんが年少。 ラスベガスに取材に来てくださいました香川編集長は毎回本当にわかりやすくトヨタのことを伝えていただきます本当にありがたいと思っております今の動画は来週から公開ですがウーブンシティはおかげさまで発表直後からメディアやネットでも多くの方に取り上げていただきました 心強く嬉しい言葉ばかりです。株式市場もすぐに反応いたしました。発表後、株価は2%上昇。時価総額にしますと5000億円のアップです。市場の上げ幅を差し引いても0.5%分、1250億円が オーバンシティへの期待値と言えると思いますまたこんな見方をしてくださる方もおられましたこの傾向は日本だけではなく世界の株式市場にも同じ傾向がありましたこれは2019年の値です全体以上に伸びた差の7%はトヨタ独自の 取りり組みに対すする評価となりますこれも時価総額に換算いたしますと1兆5000億円株式市場はトヨタの企業価値を自動車とそれ以外の要素で評価し始めておりますこちらはこの2年間でトヨタが公表したケースへの取り組みです 新しい取り組みへの投資や一緒に戦う仲間づくりといった決断の数々ここに日米欧の他の自動車メーカーの取り組みを並べますトヨタがいかにスピード感を持ち多くの決断をしたか一目瞭然だと思いますここにはもう一つ 昔のトヨタとは違う仕事の進め方がございます。今までは、社内の各部署が起案して、そこの機能の副社長が決済する。それが社長のところに集まり、会社としての発表をしてまいりました。その結果、それらを俯瞰してみると、実は取り組みはバラバラで、全く、全く連動してない。 とといいうことがございましたもし先ほどの案件をそのやり方でやっていたら一体どうなっていたでしょうか間違いなく辻褄が合わないものになっていたと思います今これだけの取り組みをやっても辻褄が合っているこれは私と6人の副社長が機能を超えたコミュ,コミュニケーションをとり 決断をしているからだと思います。市場が拡大している時代では、やるべきことの正解がおぼろげながらも見えていたような気がいたします。そういう時代であれば、機能のトップにその判断を委ねていくことができました。しかし今は市場は成長しない。この先の未来がどうなるかも全くわからない。 この正解のない時代には責任を取れるトップが判断をして未来をつくっていかないといけませんウーバンシティもまさにトップダウンで決断されたものでしたしかしそれは社長の独断で何もかもが決まるということではございませんこの件の是非を図った 社内の会議ではなぜトヨタが街を作るんだなぜ今やらないといけないのかというのが議論のスタートでした中には投資家に説明ができない投資家からトヨタは見放されてしまうそんな声も聞こえてきたくらいでございますなぜトヨタが今これをやろうと決断したのか その思いをご説明させていただければと思います話は30年前に遡ります平成も始まった頃1990年 K を含めた市場は780万台日本の自動車市場のピークでしたこの時トヨタの国内販売は 250万台国内生産は420万台ですグローバル販売は490万台でしたので販売の50%以上を生産では85%以上をこの日本が支えていたことになります当時生産を支えていたのは関東自動車や セントラル自動車といったボディーメーカーでありましたしかし平成の時代は右肩下がりが続きます10年たった2000年には関東自動車の横須賀工場を閉鎖し岩手と東富士に生産を集約する決断をいたしましたセントラル自動車は 相模原から宮城への工場移転を検討しておりましたオールトヨタでの生産体制見直しを決断し少し軌道に乗り始めたと思った矢先に2008年のリーマンショックが起こりましたそんな時私は社長に就任いたしましたそこからは 大きな決断をしたと思えば行く手を阻まれるその繰り返しです必死になって赤字からの立て直し策を決断した途端今度は米国での大規模リコール問題そしてアメリカワシントンでの公聴会リコール問題からの再出発を誓い グローバルビジョンを発表した2日後には東日本大震災超円高も重なり6区と言われた困難の連続に国内メーカー全体で1,000万台あった国内生産は震災影響もあり800万台まで減少してしまいました。 日本での生産を諦め海外にシフトする会社も出てまいりましたその中でトヨタはどうするべきか答えがない中私は悩みましたがトヨタは石にかじりついてでも日本のものづくりを守りたいそのためには国内生産300万台を維持しなければならない そう決断いたしましたそしたそて皆様にも150万台の国内販売支守をお願いをしてまいりましたまたその中で東北の復興の原動力にもなりたいそれも単なる寄付という方法ではなくものづくりの基盤を作り税金を納め雇用を作る 地域が本当の意味で元気になっていくことをしたい。そんな思いで頑張ってまいりました。こうした思いのもとで、関東自動車、セントラル自動車、トヨタ自動車東北の3社が、トヨタ自動車東日本という新しい会社に生まれ変わりました。これでなんとかうまくいってほしい。 しかし、市場の縮小は続きます。今度は、東富士の工場を閉鎖する決断を下さなければいけなくなりました。その決断のあと、2018年7月に、私は、その工場の皆さんの思いを直接聞きたいと思い、現場を訪問することにいたしました。 コネクティッドシティという言葉を使ったのはその日が初めてですその時の映像をご覧ください東北に行ってまた車を作っていきたいという気持ちがあるんですけれどいろいろ事情があってね本当は行きたいんだろうけどやはり家族のことを考えると一緒にはいけない いやめざるをえないという人もやっぱり中にはいると思うんですよ、そういう人のことを考えると、やっぱり喜んで向こうには行けないという気持ちが正直あるんで、今後、この会社、トヨタとしてどういうふうになっていくのか、今、考えていることを教えていただければありがたいと思います。 に貢献できる政治あの自動運転とかそういうものの大実証実験コネクティッドシティに変革させていこうというふうに私は考えていますこれはねあのまだ構想段階ではありますがあの必ず一切あれば僕はできると思います彼が勇気を出して 必死に伝えてくれたことは自分自身のことではなく仲間のことでした工場閉鎖という会社の事情を受け入れながらも一緒に行くことができない仲間の気持ちを精一杯伝えてくれたんだと思いましたみんなが作り上げてきた工場を閉鎖するということは 悲しく辛いことです思いの詰まった場所を閉じないといけない工場はなくなってしまうけれどもなんとか未来につなげるものにできないかそうすることで今目の前で悲しみに直面しているみんなの気持ちを少しでも前向きなものにしてあげることはできないか国内外の 工場閉鎖をいくつか決断してまいりましたがそのために悩みに悩むことです東富士閉鎖もずっと悩み続けましたそして頭に浮かんだのがこのコネクティッドシティだったわけですまだ影も形もありませんでしたですがこれを最初に伝えなきゃいけないのは 今目の前で苦しみを味わっているこの人たちだと思いその言葉を口にしましたそして「一切あればできると自分自身に言い聞かせるように言ったことを覚えておりますウーバンシティはもちろん100年に一度の大変革に向けた生きるか死ぬかの挑戦です しかしこの構想の一番奥底に流れているのは本当に苦しい時代の中何としてでも生き抜くんだ必死でもがいてきたそこには避けては通れない悲しい決断がありそこで悲しむ人に何とか寄り添いたいという気持ちから生まれてきたことを ぜひ皆様に知っておいていただきたいと思います以前にも申し上げたことがあるかもしれませんが決断とは立つことを決めること社長になり10年トヨタのため日本のため多くの決断をしてまいりましたいずれの決断も 必死で生き抜くための決断でしたそして決断の裏には必ず誰かの悲しみがあります私の決断はどれもその誰かの悲しみに寄り添い悩みながらたどり着いた答えです決断したら少しでも多くの人が笑顔になれるように全身全霊 命を削ってでも動いてまいりました全チャンネル併売これもみんなで生き抜くための大きな決断でしたとにかく今は生き抜かないといけないそんな時代だと思います販売店も生き抜くトヨタ自動車も生き抜く 日本の自動車産業自体も世界の中で生き抜いていく従来は資本の論理で相手を傘下に収めるという企業連合が進んでいた時代がございました市場が拡大していた頃の話ですしかしそれでは本当の仲間にはなれませんでしたその内側には対立が残りました 今は違います今はどんな未来を作りたいか思いを共有し本当の意味での仲間を作っていくそれができなければ生き抜いていくことはできませんもっといい車を作ろうという思いのもとメーカー各社が一つの仲間になりつつある時代ですトヨタの中にも 対立軸は必要ありませんチャンネル同士同一府県内規模の大きい販売店と小さな販売店そして販売店とメーカーそれぞれ対立を生むような会話をしている余裕など我々にはないはずです。今は思いを一つにしてとにかく生き抜かないといけないんです。 5月から売が始まりまりすそんな環境でどう生き抜ければいいんだメーカーはソリューションを持っているのかそんな声もあるかもしれません私にもソリューションはありませんしかしそのヒントがあるとすればここに 座っていただいているスタッフの皆様ではないでしょうか車が本当に売れないこの時代に3,000台も売っていただいた皆様です「秘訣はありますか?」と聞いても「売り方にセオリーなんかない」とおっしゃられるでしょうですがきっとここにいる皆様は 町のことを深く知りそこにいるお客様が何に喜び何に困っているかを誰よりもご存知なんだと思いますもしお客様が困っていたらそこに寄り添い一緒に悩んだりもする車を買っていただいたお客様に「ありがとう」というのは普通のことです ですがきっと皆様はお客様からも「ありがとう」と言われているのではないでしょうか私が目指すのはトヨタ全体がそんな「ありがとう」と言い合える関係になっていくことです自分のために何かをするのではなく誰かのことをもって何かをする 東富士の工場で私に質問をしてくれた彼もそうでしたそうすることでありがとうは生まれますウーバンシティは未来の世代のために決断したのです未来にできる限り多くの選択肢を残したい未来は 未来に生きる人たちが作るものだと思っております。今の世代の我々は、とにかく生き抜く、生き延びる、そして負の遺産を絶対に残さない。変えるべきものは変えておく、直すべきものは直す、そして残すべきものは残す。 それが未来のために選択肢を残してあげるということではないでしょうか今は辛抱の時それが我々の世代の役割ですそれでいいと思います死んだ後でもいいあの時あのじいさんが決断してくれたおかげで今がある ありがとう何年後か何十年後か分かりません笑顔ばかりがあふれる未来の街で誰かがそんな言葉を言ってくれるそのために辛抱してみんなで今を生き抜きませんかみんなでワントヨタ心一つにワンハート 辛抱の「しんの字」にみんなで心を一つにして「一」を加えるみんなでこの字を幸せに変える一年にしてまいりましょう皆様本日はありがとうございました 最後は私ではなく受賞された皆様への拍手で本日は終わりたいと思います3000台達成の皆様おめでとうございますそして販売店表彰を受賞された皆様おめでとうございます この度は本当におめでとうございましたありがとうございました